サムネと目の前の光景の矛盾やっていきましょう。なんだろう、ジャンプすればゴールできそうだけどなんか違うのかな。楽しみだね、こういうのは。はい、え、ちょっとじゃあ大きくジャンプしてみますよ。はい、あなんかこれでよかった。やっちゃいけないことやった気がして、なんか。はい、続きましてドッスンの新技見ていきましょう。何かな、何かな。ドスンじゃなくて何、気になる。なんか出すのかな、皮膚とか。いや、おいおい、こら、おい、どんだけ分身しておんじゃマジおっさんみたいな口調になってしまいましたが、おかしくない、どっから来とんじゃ、来ないし。ほら、おえ後ろから隠れてるみたいで可愛いね。内心心臓バックバックだけど、いけないすんごい勢いでね、斜めから来んのよ。ういって来るよ。いやこれむずくない、クリア率どんぐらいだったっけ。戻りたいけどさ、戻れないしさ、戻ろうとするともう後ろからういって出てくんのめちゃめちゃ潰されております。これかわすしかないよね、もうね。ほら出てこいや、やんのか、負けました、こいや。え、これ難しいね、本気に難しい。どうしよう、やっぱさ、おびき寄せて一回落とすしかないんだけど、自分が戻る前に当たっちゃうんだよね。はい、かわしてるやん、かわしてるやん。バカか、バカは誰だ。はい、私です。もう無理だ、奇跡のかわしだ、あれは。おーおー、来た。が、しかし、よいしょー、よいしょー、オーライ。難しかった。昨日やった甲羅のコースより難しかったかも。俊敏な技ですよ。はい。面白かったね、でもね。ドッスンの新技、いいね。皆さん、こんにちは。こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。まず最初に視聴者の方からいただいたコースです。F ミッドエアーにやっていきたいと思います。久しぶりですね。タスは頑張ろう。2回あるっていうことだよね。よし。やっていきましょう。遊ぶ。この F フォルテシモみたいだね。おしゃれ。よし。一発で決めたいと思います。おら！まずはマグマの温度を確認。いや、次決める、次次、ほら決める、ほらっしゃい、楽勝だぜ。やばい、すっごいね、ドキドキしちゃったダスはね、いつやっても楽勝なんだよ。いいね。はい、続いては視聴者の方からいただいたコースやっていきたいと思います。アスカさん頑張れ。ごく普通コース、たまには息抜きしないとね、ということで、まあ息抜きなので絶対に死ぬことはないと思います。まあ気楽な気持ちでね。ルンルルンルルン、あー寒い、部屋がまだ寒くてね、手がかじかんでおります。じゃん、まあこっからは無敵だ、無敵状態アスカです。ほい、チャプー、コロコロン、はいはい、チュンチュン、いいね。うらー、好まないよね、隠しを探す私であった。息抜きコースだっつってんのに、隠しを探す
マスカさん性格悪いっすよ、マジで。自分でもつくづくそう思います。ほいやー、行くぞ。こっからまだ超えられてない私がおります。ほい、こういうの落ち着かないとね、食らっちゃうから。ほい、こんにちは、バイバーイ。いやー、リフレッシュできた、ウォーミングアップできました。私のためにコースを作ってくれるなんて本当にありがとうございます。アミュさん、いいね。はい、続いては地味に難しい、やってみましょう。大丈夫、できる、私ならできる、入れたいや地味じゃない、全然地味じゃない。とりあえず入って、はい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 、あ、いいんじゃない惜しい。おお、はっ、嘘、なんか宇宙にいるみたい、無重力状態。声裏返っちゃったくそ、お次でもうクリアだったんじゃない。よし、はい、ここら辺はもう楽勝だぜ。はいはい、よっしゃ、来た。で、ここで待つ。うい、よっしゃ、意外に楽しくできた、うん、意外にね爽快感ありました、面白かったです、いいね。はい、続いてはちょっと待って放題やっていきたいと思います。遊ぶ、ちょっと待って放題ピアノ打ってっちゃうだいこれ CM なかった今の。あ、これ何、何、何これ、こうか、止まるのか、面白い、ちょっと待って放題はい、行きます。とりあえずドアのところまで進みますか。入ったよ。なに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 、また、ほい、これで、え、カラムさん、いやだ、怖い、ちょっとやりにくい、うわー、対決、おらおらおら、コクッパー、やん、やめて、やめて、ちょっと、いやまあ私弱すぎだよ、今だ、あー、うわー、やばいやばい、押され気味、押され気味、よし、あ、おっしゃー、やったぜ、うわ、近い近い近い、これは何、何、普通に倒せば平気かな、うら、よっしゃー、だんだん狭まっております、やばい、起きろー起きろー、うら、よっしゃー、あ、これ天井が低くなるけ、はい、うら、うら、やばい、結構早いよ、うら、うら、よっしゃ、チャンスチャンスチャンス、うぅ、ちょっと待って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 、チョロップ、あ、いい加減にしなさい、え、どうした、おい、まさか、うら、オッケーオッケー、あと一回、うら、しかも私大きいじゃん、ラッキーガール、よっしゃ、うわー、オッケーオッケーオッケー、待ってればいいよね、やったね、クリア、おだちさん、いいね、さっきでも起き上がってこないコクッパビビったね、何だったんだろう。はい、続いては史上初、ゴール後までも重くなってしまった、やっていきましょう、ドア開けたら自動、どういうこと、ゴール後までも重くなっちゃうってどういうこと、ドア入ったら自動、ゴール後に注目ということですね、いきますよ、はい、ほんな、重すぎでしょ、こんなの初めて見た、普通なんかさ、もうゴールしたらピョン
って結構お城入っちゃうのにね。なんでだろう。わかんない。いいね。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。動画楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとコースの提供なんですが、コース提供用の動画がありますので、そちらのコメント欄に ID をよろしくお願いします。今日マック行ってきたんですけど、三角いちごチョコパイっていうのが出てました。もう聞いただけでも美味しそうで、早速買って食べました。なんかね、いちごミルキーな感じでしたね。いちごクリームみたいな。しかもね、パイが若干いちご練り込まれてる感じでピンクだったんですよね。美味しかった。そして、ハッピーセットも買って、おもちゃが全部で4個になったんですが、ヨッシーがね、被ってんのよ。悔しい、非常に残念です。全種類集めたいと思います。これいつまでやってんだろうね、このマリオのハッピーセット。期間が終わる前に揃えたいと思います。太っちゃ太ってるからいっか。はい、それでは終わりましょう。また明日。あすかでした。